はい、ということで、皆さんどうもこんにちは。今回ですね、ぼっちで花見をしていきたいと思います。今ここに来てるのはですね、岡山県岡山市北区の三津の神奈川駅の近くの河川敷です。で、花見をしていきたいと思います。こんな感じでね、めっちゃ綺麗です。あそこの線路がですね、津山線の線路ですね。マジでいい感じになってます。あ、ここでですね、なんか毎年この桜の時期になるとなんか桜祭りっていうのが行われていて、僕何回か参加させてもらったことがあるんですけど、コロナの影響でこう数年間ちょっとできてなかったんですよね。だからちょっと今年2023年かな、また復活するということで、僕自身はとても楽しみです。ここでいいか、ちょっと人の邪魔にならないようにちょっと花見をしていきましょう。ちょっと僕飲み物今日持ってきてないので、レジャーシートもちょっと痛いと思いますが、花見をしていきます。今回ですね、弁当をちょっとこんな感じで買ってきました。これをですね、ちょっと食べていきます。ではね、食べていきたいと思います。レジャーシート持ってくればよかったな。やばい、やばい、爪楊枝落ちた。よし、はい、ってことで食べていきたいと思います。切りにくい、あ、いた。よし、ではこの花見ながら食べていきたいと思います。それではいただきます。まずはですね、なんだろうこれ、コロッケかな。いただきます。ちょっと何か入ってるかちょっと分からないですけど、めちゃめちゃうまいですね。結構サクサクかな。次この揚げかな、揚げ豆腐。これイカか、多分イカだと思います。いや、続いてこの揚げいただきます。すぐそこに端があるんですけど、結構人通りが多いかなって感じですね。そこの上もなんか結構人通りが多いです。うん、いい感じに味付けされて、揚げめっちゃうまいですね。これコロッケですね。ちょっとウイスターソースついてますけど、まずはこのままいただきます。おお、何だったっけ、カニクリームじゃないですけど普通にクリームコロッケですかね。僕は結構クリームコロッケ苦手なんですけど、これなら食べれます。いいですね、これ。うん、普通にシャキシャキ感が残ってて、めっちゃうまいっすね。めっちゃうまいしか言ってないですけど、本当に美味しいです。ご飯です。ご飯は普通の白米ですね。いただきます。いただきます。うん、あったかめの
白米かなって感じです。続いてこちら鮭ですね。これだもん。うん、ザ鮭弁って感じですね。うん、骨もなくて食べやすいですね。続いてこのたくあんね、いただきます。うん、結構しょっぱめかな。弁当もちょっと食べ終わったので散歩していきたいと思います。今日ちょっと人が多いな。こんな感じでですね、桜が満開ですね。これめちゃめちゃいいですよね。なんかすごい、なんかいい感じ。引き続き花見をしていきます。花見というかもうマジでただただ道を歩くだけですけどね。よし、ちょっとこの先行ったら道なので、ちょっとこれで見てもね、ちょっと遠くて帰れなくなってしまうので、この辺のあたりにしたいと思います。今さっき線路が津山線って言いましたけど、多分あそこの観光列車で桜美桜っていうのがあるんですよね。だからぜひサクビ桜に乗りながらあそこの橋を渡って桜を見るのもいいんではないでしょうか。はい、ということで帰ってきました。いや、花見とても楽しかったですよね。ぜひ、ここの神奈川の河川敷かなに来てみてはいかがでしょうか。あと今日の撮影日が3月の28か29なんですよね。で、桜祭りがあるのが、4月2日なので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。